桃目助馬場第10競走です。今日のメインレースは農林水産大臣賞典同心スポーツ杯第38回北海道2歳優春 G3 大和メジャー賞です。今年は14頭スプリング王ゴールドメダル元気龍馬グリーンステルミナーと一心同体ベルモントレーサーグッドタイガーシーキングブレイブダブルスターブラックビーンストロングサムオーブルチェフ KG ハヤブサ天候晴れ馬場コンディションは良さあ係員左右に散ります。14頭目 KG ハヤブサ収まります。スタートしました。ほぼ揃いました。第38回北海道2歳優春 G3 です。先行争いまず間からダブルスターいきます。ダブルスターグッドタイガー一心同体ゴールドメダルオーブルチェフは外目2番手グループの一角 KG ハヤブサブラックビーンシーキングブレイブ各馬第1コーナー入ります。一心同体その後ろ後方4頭ばらけました。ゴールまで1400を通過1、2コーナーへ先頭からしんがりは12、3馬身です。先頭に立ったのはダブルスターです。リード1馬身2番手にオーブルチェフ2番手にオーブルチェフです。3番手内内を進んでゴールドメダルさらに1馬身差1200を通過して KG ハヤブサ追走で向こう上面にかかります。その後ろはグッドタイガーと内並んでベルモントレーサー2馬身差中段位置にステルミナートがつけています。内内を進んでいます。外に並んでブラックビーンあとは2馬身差一心同体残り 1000m を通過していきました。外に並んでおりますがシーキングブレイブ2馬身差で元気後方ばらけて1番スプリング王さらに開いて龍馬グリーンとストロングサムです。ゴールまで800の標識を通過先頭からしんがりまではもう17、8馬身と縦に長くなっています。ダブルスターのペースリード1馬身で第3コーナー入ります。オーブルチェフ2番手オーブルチェフは前を見据えて2番手その後ろ3番手のポジションに KG ハヤブサ残り600の標識を通過です。その外目から上がっていこうというのがベルモントレーサーとグッドタイガーです。さらにこの圏内にはゴールドメダルさあ先段固まってまいりました。4コーナーカーブ400の標識を通過先頭はダブルスターで体半分のリードオーブルチェフ2番手さあ前に並んでくるオーブルチェフが並んでくる直線構成向いてまいりました。その後ろですが懸命にその後ろからベルモントレーサーベルモントレーサーです。さあ先頭はオーブルチェフ200を通過今日も独走撃になります。オーブルチェフ先頭2番手の争いですがベルモントレーサーうちダブルスター粘っている。その後ろ外からシーキングブレイブしかし強いオーブルチェフゴールイン今日も圧勝でした。2番手7番のベルモントレーサーかその後にはシーキングブレイブ強い強すぎましたオーブルチェフ今日も持ったままでした。後続をちぎったオーブルチェフ2番手はかなり離されてベルモントレーサーです。その後には9番のシーキングブレイブ10番のダブルスター3番手の争い6番の一心同体第10競走第38回北海道2歳優春 G3 距離は 1800m 14頭オーブルチェフ圧勝でした。ベルモントレーサー2番手3番手争い2頭9番のシーキングブレイブ上がったかうちに10番のダブルスターでした。勝ちタイム1分53秒1上がり3ハロン38秒0。オーブルチェフ前走のプラタナス賞に続いての圧勝劇でした。アメリカサンバマリブムーンチャッターチャッターの血統母の父はロストソルジャーです。前田浩二さんの持ち馬アメリカのブラッドストックホールディングスの生産馬です。生産者はブラッドストックホールディングス中立英二騎手美穂の萩原清調教師の管理馬とてつもない勝ち方を見せましたオーブルチェフです。帰ってまいりました。お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定までお捨てになりませんようご注意ください。第10競走の到達順位をお知らせいたします。
1着13番、2着7番、3着は9番です。第10競走は1着13番、2着7番、3着は9番です。勝ちタイムは1分53秒1、上がり3ハロン38秒0。お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定まで、お捨てになりませんようにご注意ください。